んにちは、言語化プロデューサーの岩見です。雑誌の編集長をしていた言葉のプロとして思いを言語化するための活動をしたり、ワークショップ、セミナーなんかの講師をしております。 YouTube では自分の思いを言語化するのが苦手であるっていう人に対して、文章の作り方であったりとか伝え方のワンポイントレッスンをお伝えしていきたいというふうに思っております。今回のテーマは、結論は先に言おうです。自分で文章を書くときには結論は最初に伝えるようにしてください。日本語ってそもそも私はなんとかだと思っていますって思っているのか考えているのかっていう結論が最後に来る言語なんです。英語の場合は逆です。 I think なんとか、つまり私は思ってるんです、こんなことを、という順序ですよね。まあ、その癖があるからかどうなのかわからないんですけども、日本語の場合、物事を伝えるときに、まあ、起承転結っていうのが昔からあると思うんですけども、結論は最後っていう癖がすごく強いんです。そのために話をダーッと話をしていって、短い文章だったらいいと思うんですけども、長い、例えばプレゼンの資料の発表のときに、一体この人何が言いたいんだろうっていうのが最後までわからない、そういった文章みたいなものっていうのはすごく聞いてる人にとっては不安なんですよね。こういう風に来た、今度こんな話もされた、俺どこ連れてかれちゃうのみたいな感じで、どんどん不安な要素が増えてくるんです。なので必ず話をするとき、文章を作るときには結論を先に言う、これが最近の主流です。多分昔は結論最後でも良かったと思うんです。みんなすごくこう時間もゆったりと過ごしていたし、今ほど忙しくなかったんですよね。今はみんな忙しいです。そしてたくさんの情報があります。だからもう何を言いたいんだかわからないとか、もうどんな結論になるんだかわかんないみたいなことに、付き合ってる暇がないんですよね。それくらい忙しいんです。なので必ず結論を先に言う、これが良い文章作りのポイントです。じゃあ結論言って終わりというわけでは全然なくって、結論を最初に言って、その後にその結論となる根拠、理由みたいなものを話していく、これが文章作りのコツになります。簡単ですよね。もうすぐに取り入れられることだと思うので、これから文章を作るときには先に結論を言う、そしてその後にそれの理由あるいは根拠を伝えていく。ぜひ簡単なのでマスターしてください。文章はラブレターである。つまり相手に自分の思いがきっちりと届いた段階で文章の目的が達成されるんです。そのためには分かりやすい文章を作ることが必要です。そのためのノウハウとして、結論は先に言う、これからも文章作りのコツをたくさんお伝えしていきたいと思います。よければチャンネル登録してください。ありがとうございました。